飲み会とかを嫌がってお酒が特に飲めない人はそもそも出世できなくなってしまうのか。はい、こんにちは、田畑慎太郎です。今日も特に若いビジネスパーソンの皆さんが会社とかビジネスって世界の中で渡っていくときにいろいろ疑問とかこれでいいのかなって不安に思ったりするようなこともどんどん答えていきたいと思うんですけども、今日のテーマはお酒。飲み会とかを嫌がってお酒が特に飲めない人はそもそも出世できなくなってしまうのか、ここについて今日語りたいと思います。まあ、最近ですね、僕も40代半ばなんですけど、僕みたいなおっさんでも、いわゆるパワハラの次はアルハラ、アルコールハラスメント、要は昔からよくいる俺の酒が飲めねえのかお前っつって無理やりこうコップに注いで飲めよとか、なんかやたらたちの悪いところだとこうテキーラとかの意気込みが始まったりとか、特に営業部署でありがちなんですけれども、こういう場面から逃げた方がいいのか、逃げなくてもいいのか、あるいはどうするべきかみたいなことって、どん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 今特にもう世代間のギャップも結構高まってきてて、これちょっと若い人特にお酒飲まない、あるいは飲めない、あるいは飲めるけど飲みたくねえよ、あるいはお酒はいいけど飲み会の席には行きたくないよ、いろんなバリエーションがあると思うんで、今日はそこについて語りたいと思います。俺の継がれた酒を飲んどけ系っていうのは日本固有のその昭和のおじさん文化ではなくて、実は普遍性がある。で、僕の印象で言うとこれは東アジアにありがちな状況です。で、具体的に言うと日本、韓国、台湾、中国、この4カ国は僕なんかも出張で行ったことあるんですけど、例えば中国とか韓国行って僕中国語とか韓国語とか話せないじゃないですか。で、もちろん少し英語で話したりもするけど、向こうも英語得意じゃなかったりすると、でもなんとなくなんか隣になっちゃった飲み会でと、そうした時にはそこの例えばもう紹興酒とか韓国のソジュとかなんかいろいろ継がれて、とりあえずこうグッと飲んどくとお前いいやつだみたいななんか言葉通じなくてもその瞬間とりあえずお前いいやつだ、そこで継がれた酒を飲むってことに関してはコールアンドレスポンスがあるわけですよ。で、例えば皆さんも田舎に実家に帰ったりしたり、実家の親戚のところに正月とか行ったりすると、もう食べてきなさいよみたいな感じで食えないようなもういっぱいもうご飯出されたりするじゃないですか。あれももう非常に人間関係がこれあるところで、要は出されたものを食べる、出されたものを飲むっていうのはコールアンドレスポンスです。コミュニケーションの一環なんで、特にですねこの東アジアっていうのは、要は僕からすると農耕文化で、西洋欧米風の狩猟文化と違って、要はチームプレーが求められてるんです。で、継がれた酒を飲むっていうのは僕からすると、もちろんねお酒多少弱い人も含めて、でも継がれた酒を一気に飲むっていうのはその場の、悪く言うとこれもちろんね集団主義とか嫌な前段主義なんだけど、場の空気に合わせて自分が多少不愉快なことも要は文字通り飲み込めるやつかっていうことの踏み絵をさせてるとも言えるんですよね。で、このこと自体に良い悪いはなくて、そういう別に俺それを全肯定するつもりはないんだけども、そういう機能なり必然性があるもんだっていうことはまず頭に入れてくださいと。で、これ実はですね、結構僕西海岸のネット系の会社にもよく行ってパーティーとか買われて出るんですけども、面白いのはアメリカに行っても東アジア人はこのノリがありますで、大体その Google とか Amazon みたいな会社でも、台湾とか韓国とか、中国人とかエンジニアいっぱいいるわけですよ。エンジニア以外も一気飲みのバカ騒ぎが始まると普通の西洋人はもうヘキヘキして逃げるね。で、ウィリスペクティがカルチャーとかって言いながら、要はあんたたちの文化は尊重すると、だから飲みたいやつは勝手に気にしてくれと、ただ俺らを巻き込むなという感じで、スーッとこう非常にこう角の立たない、ね、それ別に野蛮な文化だと言わずに逃げていくんだけども、それぐらい東アジア特有で、実はもう一個ちょっとこれ面白いのは、西洋人でいうと唯一同じノリが通用するんじゃないかと思われるのがロシア人。ロシア人はこの津軽酒をどっかで飲んどくとお前いいやつだなって、だってロシアってのは逆にちょっとアジアっぽいんですよね。僕はちょっと地理的にもそうだっていうところも含めてそういうところあるんですけども、何が言いたいかっていうと、これね、その場の盛り上がりのために自分の殻を破れるか、多少自分の大げさに言うとね自己犠牲できるかどうかっていう踏み絵なんです。特にこの津軽酒を飲んどけって正直男同士の文化なんですよね。女から女でやってる人ってまず俺見たことない。で、この自己規制できるかどうかっていうことである種の肝試しをするっていうのは男子特有の文化で、だから軍隊に限らず、例えば消防士さんとか警察官とか大体
まあ、特に消防隊なんか典型ですけど男しかいないじゃないですか。本当にその焼け崩れそうなビルに入ってって助けてくれるみたいな、これ冷静に考えてやっぱできないことなんですよね。ただそのミッションに準ずると、これは多分西洋東洋問わずみんなそれは尊いことだっていうのは分かると思うんですけども、まあ、大げさに言うとそういうような仕事とかチームでプレーをしていくときに自分の身だけを守ってて我が身が可愛いっていわゆる保身だけをやってたらダメな場面っていうのは正直あるわけです。でそういう時に逃げないやつなのかどうかってことを、まあ、軽くノックするみたいな形で試すのがこのおっさんが津軽酒をのお前飲んどけっていう文化なんですけれども、まあ、もちろんね今時本当に全く体質的に飲めない人もいるわけだし、会社の中で本当に体質的に飲めないやつが例えば僕なんかもうっかりその飲んでて勝手に空気読んで飲んでて本当にひっくり返って倒れて救急車呼ばれるなんてこんなん誰もハッピーじゃなくて、もちろんそこにさその管理職がいたら管理責任も問われるしとかって意味で誰もハッピーにならないんです。だから本質的にはただ自己犠牲だってことなんで、お酒飲むこと以外で自分の殻を破ってみんなの盛り上がりのために自分が貢献できる人間なんだってことを示せれば全然いいわけです。それはもうモノマネでもいい、別に芸能人でモノマネでもいいし、ラップが得意な人だったらいきなりラップで職場のことをなんか面白おかしく言ってもいいかもしれないし、あるいは手品が得意だったら手品してもいいかもしれないし、まあ別にもう何でもいいんですよ。ただこう大体あのよくある中国人と韓国人とかいるように輪になって一人ずつ飲んでっけって、なんかちょっと一言言って飲んでっけっていうのはそういう場面なんで、そこでなんかその代わりに普通にただ酒飲むだけで許されるってある意味これ一番芸がないとも言えるんで、そうじゃない何かができれば全然それはそれで許されるというふうに思います。でもう一個、そうは言ってもやっぱりそういう場面でお酒が飲めなくても、まあ裸踊りもちょっと今時どうかと思うんですけどあの島耕作とかであったけど、そういうまあまあまあものすごく分かりやすく言うと、例えばそういうまあ俺は肯定はしないな、例えばそういうこととか、とにかく自分の殻を破って普段オフィスでは見せない何かをそこで見せて、で あいつは多分酒は飲めないけどやっぱりなんかそういう時にいざという時にまあ、体を張れるやつなんだっていうのかな、そういうことなんだってことをいろいろそのとにかく汗かいて示せれば全然 OK、 お酒飲めなくても。ただそうは言っても僕やっぱり、まあ、マジレスおっさんとしてすると、まあ、全部が全部もちろん付き合う必要ないし、もちろん家族優先とかプライベート優先っていうのもその人のスタイルだからライフスタイルだから別にそれを全否定するつもりはないんですけども、出世とかに関して有利か不利かだけで言えばお酒を飲まなくてもいいけどお酒を飲んでるような場に全く来ない人っていうのはそれで全否定されるべきじゃないけど正直不利だと思います。同じ実力だったら酒は飲めなくてもいいけど飲み会にはそこそこは来た方がいい、で全部出席する必要はない。なんでかと言えば人間お酒飲んだ時ほど本音が出やすいわけです。でこの本音を踏まえた上でっていうのは仕事をする上での非常に重要な情報やヒントっていうことがそこに埋もれてるんで、そういうことを読み取らずに正門突破の正面突破のところだけで仕事しようってことはもちろんそれでもまあ絶対無理とは言わないけど、同じ実力だったら正直飲み会の場でその上司やお客さんがどういうふうに振る舞ってたか、どういうことを口走ってたかみたいなのを逆に言うとお酒飲まない人は一番頭の中にメモってですね、これ自分も飲んでたらなんか向こうがすっごいヒントになること言ってるんです。お互いヘベレケになってたって、あと翌日自分も覚えてなかったりするんで、結局大してなんか昨日偉いなんとかさんと盛り上がったよなって記憶だけはあったりするんだけど、非常に大事な重要なヒントが頭からの記憶から抜け落ちたりするんで、一番いいのはそういう場になんかあのウイスキーでも飲んでるふりしてウーロン茶でも飲みながらビール、あの最後まで付き合いつつ言ったことを全部覚えてるやつと、でしかも大事なのはそれをタモさんこう言ってましたよねとか翌日確かめないことです。確かめると特に大事な情報、機微に触るような大事な情報を確かめられると、大体そういうことって言った時って本人忘れ酔っ払ってるんでよく覚えてないですよ。やべえ俺やべえこと言っちゃったなと、で、あ、やべえこいつシラフだわみたいな、よくそれは覚えてるはずだわみたいな、なんでこんなもう翌朝こたわせしてくんだよみたいな、やめてくれよみたいな、いやいやこいつもうちょっとこいつうっかりしてうっかりこいつの前で酔っ払って口すぐらすとなんかいろいろ差し障りがあるから今後ちょっと注意しようみたいな風に思いがちなんで、まあ自分の中で特にシラフな、だから究極実は有利なのはお酒が飲める場にどんどん付き合って自分もガンガン飲む人よりお酒が飲める場にガンガン出てくるんだけど、自分が飲まずに周りの人が言ったことを超頭の中にメモっておいてそれをヒントに翌日から仕事をしてるやつの方がむしろ出世できるかもしれない。ちょっと若干これ酒が飲める人からしたらお前ずるいわって、一人だけしなくてずるいわって感じなんだけど、そういう場面もあるから、で自分以外のその一気飲み以外に、いや本当僕はすみません私はお酒が飲めないたちなんで、その代わりこのちょっとなんか手品で許してくださいとか、なんかちょっと最近のこのね会社のこの状況をラップでフリースタイルのラップで今から披露しますとか、まあそんなん言ったらすっげえ盛り上がるじゃないですか。ただ飲むだけでも絶対盛り上がるんで、
そういう風になったりしててでかつシラフっていうのはちょっともう、まあ、確かにずるいぐらいあれなんですけども、まあ、お酒が出てくる晩は嫌がらずにいけるやつの方が他の実力が正直同じだったらやっぱり有利だとは思います。だけど お酒を飲むこと自体が全然本質ではない。飲んでも結局忘れてんだったらダメだし、なんで飲まずに自分はそうじゃなくてチームプレーを自己犠牲を払ってもできるやつなんだと、スタンドとにかく自分だけがいいってわけじゃないんだという部分と、その周りの人がお酒飲んだ時にどういうことを言ってたかとか、この人本当はこういうことなんだ人なんだみたいなことを、まあ、もちろんそんなやらしいなんか秘密同意みたいなことばっかりじゃなくて、ちょっと全然違う一面を見せながらお互いそういうところを見せ合うっていうのはすごい仕事をね、一緒に信頼関係をもっとしていく上で大事なんで、そういうインフォーマルな非公式の場から逃げた上でやるっていうのは特にね、まあもうね、35過ぎぐらいでめちゃくちゃプロフェッショナルに徹するんだったら、それでありな気がするんですよね。だけど、まあ、いわゆる特に20代の人がそれでやっていくっていうのは、もうちょっと絶対無理とは言わないけど、多分3割増しか5割増しぐらいで実力があって、初めて実は、まあ、イコールかなっていう気はしますね。なんで、もし飲まないし、とにかく俺はとにかく飲み会の場も嫌いだから、そんなおっさんの説教も聞きたくねえし、とにかく自分はプライベート充実させてやりますっていうのは、それはそれでスタイルだと思うんだけど、それぐらいのハンデを背負ってるっていうふうに思った方がいいというところと、液体としてのアルコールを一気飲みしたりすること自体にはあんまり意味がないと、その本質的にやらないといけないかいいことは、そこで求められることは何なんだっていうことを考えたら、それは僕がチームプレーの自己規制ができるやつなんです。であとはその飲み会の場でみんながうっかり口を滑らすような、だんだん場が漏れがってきて、特に後半に行くほど口を滑らすようなことをヒントにして、翌日から黙って確認せずに仕事をしていけば出世間違いなしというところで、まあ、なかなかですね、こういうことも最近アルハラだなんだとかって言われちゃうんで、まあ、こういうことを言うこと自体がアルハラなのか何なのか分かんないですけど、まあ、なかなかまた語りにくいおっさんのちょっと本音を、まあ、若者の気持ちもまあ分かりながらというつもりで語ってみたんで、これからもぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあどうもまた会いましょう YouTube で。じゃあね。ちょっと酒からよくそうあれですねって掘り下げられますね韓国、台湾、中国、そこだけですよね。そうそうそうこのでも4カ国なんですよ。で、ぶっちゃけ日本人より俺の印象で言うと韓国人と台湾人が一番きついと思う。確かに分かりますこれなんかそういうとこ海外出張して行って、偉いおじさんと行くともなんかもうヘベレゲになる覚悟で行かないとなんかもう。で、俺韓国行ったら僕酔っ払ったら寝るから、冬のソウルで寝るとマジたまさしいです。